クリフ・ジョーダンもしくはクリフォード・ジョーダンはジャズ・サクソフォン奏者。最初期からほとんどトナー・サクソフォンを自分の楽器としてきた。シカゴ周辺でマックス・ローチやソニー・スティットのほか、いくつかのリズムブルースのバンドとも共演した後、1957年にニューヨーク・シティに移る。強烈な印象を与えて、ブルーノートレーベルに3つのアルバムを吹き込んだほか、ホレス・シルバーや、 JJ ジ,ジ,ジョンソンケニード・ハムマックス・ローチと演奏旅行を行った。リーダーとしてだけでなく、サイドマンとしても録音に携わり、リー・モーガンや、ポール・チェンバースらのアルバムに参加している。1964年に、チャールズ・ミンガス・セクステッドの一員として、エリック・ドルフィーと共に、ヨーロッパで演奏してからは、おおむね、リーダーとして活動したが、アバンギャルド・ジャズに対して影響力を持たず、 またその主導者でもなかったので、見下されがちであった。信頼すべき演奏家ではあったので、何度かヨーロッパに演奏旅行を行い、1974年から1975年までシダー・ウォルトン主催のカルテットに加わり、裁判連にはビッグバンドを率いた。クリフォード・ジョーダンの録音は、ブルーノートの他に、リバーサイドやジャズランド、アトランティック、ストラータイースト、 ミューズ、スティープルチェイス、クリスクロスジャズ、ビーハイブ、マイルストーン、メイプルシェードなどのレーベルから入手できる。ありがとうございます。